こんにちは。今回もご質問いただきましたので、回答していきたいと思います。まあ私のことがね、ゴッドファーザーだということなんで、ご指名を受けましたんで、まあゴッドファーザー、この久保がですね、大回答をしていこうじゃないですか。ネットビジネスのね、質問に対して私は答えられないものをもう自分ではないと思ってますね。えというのが、この業界に8年いて、で、はばかりながらたった1人でね、もう2億円以上稼いできたということがあります。 一人で2億円ですからね。8年ですからね。そして私は始めた初日は麻雀店の親父。ね。それからネットビジネスをやりながら麻雀店の親父をさらに2年3年と続けてきてですね <laughs>。こっちでは一人で莫大稼いで、こっちでは麻雀店で赤字を出して、それでずっとね、プラマイゼロというね、そんな最初の2年3年を送ってきましたけども、おかげさまで、えー、たくさんの人をね、稼いでいただいて、えー、たくさんの人を、まあ、従えてといいますか、財前教授の総会心のようにですね、 私の後ろには1000人以上の熟成さんがいらっしゃるということで本当に皆さんのおかげでございますで今日の質問に回答する前に一つ申し上げておきますけどもえっ、ー、とご質問の内容は下の動画概要欄に URL をつ,つけておりますのでもしねどんな質問だったのか詳しく知りたい方はそちらの方をクリックしてみてくださいちょっとアカウントはその方のものになりますけどもねええー、参考になるんじゃないかなと思いますはいそれで今日の質問はね2つだったと思います 一つはですね、私の動画の大量のアップロードが出し抜きに始まったということですけども、こちらと。で、もう一つは、YouTube の動画ダウンロードソフト。これはどんなものを選べばいいのかってことですよね。それでは一つ目のご質問から回答していきます、えー。今日ね、私は動画のアップロードを、まあ、七、八十本したわけなんですよ。これはですね、5年以上前の動画に限って、 公公公開開開を非公開から一般公開にしましまた、ね、私のアカウントをベンチマークしてる人はびっくりしたと思うんですよいきなり動画がブーッと送られてきてでしかもその時送られてきた動画っていうのは今の雰囲気とは違ってですねビジネス系の動画だったと思いますえ2017年を境に私は隠居しましたけどもその前はバリバリのビジネスマンセミナー講師それこそ毎日のようにスーツを着て プレゼンの動画を作ったり、成立の動画を作ったり、様々な商品を販売してきました。その販売した商品によって私は、まあ、一気に1億円以上をね、一人で作ってきたわけなんですけども、同時にですよ。販売しただけじゃないんですよ。その商品を買った人の中から、月収100万を30人以上生み出したりとかね、それから独立して、自分のビジネス、自分の会社、自分の人生を再構築してきた、そんなね、20代や30代の人たちを、 ま100人以上作ってきたという、まあ、そういうふうな実績があるわけなんですよ当時の塾生はまだ1000人もいなかったですもちろん47都道府県もいませんでした大体ね塾生さんとしては500名以下だったと思うんですよね、うん、でもその中から100名のね、えーまあ、人生を再構築した人を作ったとかね30名の30名正確には、ね、40名以上にはなってないんですけども30人以上の月収100万を作ってきたということがありますというとですね 1>, 1割ぐらいの方が月収100万もしくは月収100万近くなって50万以上だったら200人以上いますからねまあそういう方を作ってきたりとかもうね雇われる生き方をしない方を5人に1人作ってきたとかねまあそういうことなわけなんですよまあそれを礎に私はあの、まあ、いわゆるね感謝で報酬をもらったって形だというふうに考えてるんですけども儲けさせたんだから塾費用は払えるよねって感じですよねもちろん当時は塾費用は 一括全能だっったたんでね、きつかったと思いますよ、うん。お金に苦しんでる人に対して、えー、費用をね45万とかそれから時には69万とか100万とかっていう商品を売ったわけですからねまあけどその中で速果塾2017年からの緩やかな流れでより多くの方が30年ローンという形で入ってこれたというところがありますまあこれはですね最初はもう頑張って最初に40万50万を払える人だけを 集めていた、いわゆるね、そのぐらいの気概がある人集めてきたんですけども、まあ、だんだんですね、お金がないけどやってみたい、覗いてみたいっていう人にも、文句を広げていった方がいいのかなっていう気持ちはずっとあったんでね、それを、まあ、私が隠居したのを境に、じゃあ30年ローンで、頭金3万で、あとは、まあ、やる気に応じて、価値に応じて払えばいいんじゃないかなっていうことで試してみたら、あまあ、熟成さんはね、急増したということで、もう今、1000名以上になったということなんですけどもね。はい、えー、ということなんでね、当時、 使っていたビジネス系の動画を一気にアップロードしてみたということなんですよ。で、まだまだあります。えっ、ー、とね、その時の動画はまだね、1万本くらいあるんで、まだまだあるんですよ。だから、定期的に、そういった昔の自分も稼ぎながら、見た人も稼がしていたというような、あの、黄金動画をね、ちょっと時間が古いんですけども、もう5年以上前の動画ばかりですけどもね、どんどんアップロードして、その中からね、うーんあの価値を見いだせる人がもしいたら、お役に立てるんじゃないかなと思いまして、 えー、動画の開放を定期的ににやることにしております、まあ、それがね、昨日だった,というたまたま機能だったということですね。えー、ということなんで、えー、いっぱいありますけどもね、私が店舗を運営しながらだったんで、店舗を運営していた時の動画もありますし、社員教育していた時の動画もあります。<laughs> まあだから、たまたま見た人がね、あなんかこれ、自分に役に立つかもと思っていただければいいんじゃないかなと思いました。まあ、そういうい意図で私は 今、一般公開動画、ね、1万5000本ぐらいありますけども、さらに1万本ぐらいの公開していない動画がありますんで、それも定期的にリリースしていって、1人でも2人でも多くの方に気づきが与えられればいいかなと思ってます。というふうにね、過去のストック動画も今使えるってことがありますんで、YouTube すごいでしょってことなんですよね。<laughs> はい、えー、それが1つ目の回答になります。で、2つ目の回答なんですけども、えー、動画のダウンロードソフトは、 まあ、なんか何回目からね有料になったりとか回転速度がダウンロード速度が遅くなったりっていうのがありますけども私が使ってるね YouTube 動画ダウンローダーは全然そんなことがなくて前回 URL をお伝えしたと思うんでそれを使っていただければいいんじゃないかなと思うんですよねあのこの箱の中にリンクをコピペしてでダウンロードボタンを押すと動画がファイル化してあのまあ作られるってやつなんですけどねセーブフロム ドットネットトネってやつだと思いますもう一回 URL をお付けしておきますのでそちらの方でちょっと試してみてくださいまあでもねこの動画のランドオードソフトは確かに有料であってもねそれ以上に使えますんで、うん、遠慮なく有料なやつ使ってもいいんじゃないかなと思いますあの画像の解像度の問題とかでやっぱり無料よりも有料の方がいいと思いますんでねであの再生リストにまとめてらっしゃるでしょそれでいいと思いますよやりながら こっちの方がもっといい方法だなと思ったら変えればいいと思いますしうん私がよくやってるみたいにね私の回答の元動画を動画概要欄に貼っておくっていう形であのあどんな質問が来たのかなっていうふうに気になる方はそっちの方クリックして見に行くとかねやっていけばいいんじゃないかなとまず第一の目標目的っていうのはね今回はあの自分のアカウントからの発信動画を増やすってことですからまずそこができればいいかなっていうところで考えていけばいいんじゃないですか そのうちにもっといい方法が思いついてきたりとかもっと効率のいい方法を思いついてきたりとかもっと視聴者さんに分かりやすいような方法が思いついてきたら変更すればいいと思いますので、ねうん、まあ常にやりながら考えていけばいいんじゃないかなと思いますとにかく一気にね行動が現実化してきましたねだからこれをもっと早くやっとけば今頃はもう稼げてるって話なんですよ躊躇したり どうするかな何をすればいいのかなというふうに一人で考えているうちは、次の日もまた同じことを考えて、あっという間の24時間を100日繰り返すことになっちゃうんですよと。本当にあっという間の24時間でね、24時間のうちにどれだけログが残せるか。ログっていうのは足跡ってことですけどね、インターネット上に自分がこれをやった、あれをやったっていうふうな、誰もが見える形で、誰もが再現できる形でログを残し続けることがすごく大事になってきます。それインターネットはそれができるんですよ。 でも、リアルな世界にはログを残すってことは、かなり難しいんですよね。例えば、前にこういう職場にいましたっていうログを残したりとか、高校の時はこんな部活をしていましたっていうログが残っていても、今実際に高校に通っている人が、あここにログが残ってる、どれどれっていうふうに見ることはできないんですよ、ね。ログを残した人の記憶にあるだけなんですよ。ね、ログ、足跡。足跡を見た人が再現することもできないし、足跡すら見ることはできないんですよね。もちろん、学校の中に、 記録があれば別ですけどもね。まあ記録があってもいちいち見ないでしょうね。まあが、あの、会社にしてもそうですよ。もう会社で今辞めた人がこういうふうにやってたんだよっていうふうに語り継がれることはほとんどありません。自分で武勇伝として語る以外は、まあ大体人が知ることはないんですよね。で、武勇伝として語るとみんな嫌がるということでね。だからリアルの場ではログは残しにくいんですよ。それこそね、もうとんでもない 有名人にならならい限り例えば堀江貴文さんっていう方が、まあ、今ねいろんな活動されてますけども以前はライブドアっていう時価総額9,500億円の会社の社長だったんだよっていうふうなログっていうのは元ライブドアの社員だったらもうね毎日のように意識して堀江さんのことをそのログをね開いていくでしょうけども、まあ、そのぐらいにならないとねなかなかログを残したりとかそのログを誰かに閲覧していただくってことにはならないんですけども。 インターネット上のログはかなり見られる可能性が高いです、ね、私のログはそっか塾のビジネス全盛期はですね2013年から2017年あたりまでは全部動画にログが残ってるんでそれを私が非公開限定公開から一般公開にするだけでログがバン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 とね2021年を生きてる人に伝わっていくってことなんですよね。 当時どんなね段取りで人の気持ちを動かして最後の成立までつなげたのかまあそれを全部見るのはものすごく時間かかるんで私もお勧めしませんけども <laughs> でもねあのー、こういう時はどういうふうな売り上げを立てたんですかみたいな質問が具体的にありましたら私のログを参照しながらこういうふうに回答すればいいんじゃないですかとお答えすることもできます。それも2021年版、ね、現在ののようにに感染症が世の中に なかった時代に考えたことと感染症が世の中に出てきて、えー、こういうふうなねオンラインの環境がもう整ってきた時、ね、当時は 3GS だったんですけども今はねもう 5G になろうとしてる、うん、通信全盛期ですよ。こういう時代を背景に当時の私が出し得なかった答えも今なら出るってことなんですよね。そうなんですよ今の方が 私が1億円2億円を稼いだ時も環境が有利なんですよ皆さんにとってもね私の経験値も当時は3年ぐらいだったんですけども今は8年ですからね今の方今の私の方がバージョンアップしてより有利なんでもはやねついてこれるんだったら全員稼がすこともできますしついてこれるんだったら全員を私のような暮らしに導くことはもう今はできますねうんまあだからねえー、一歩一歩踏みしめていただきたいと思います ちょっとね、でかいことも言いましたけども以上回答になったでしょうかねえー、と、まだ私がね回答しそびれてるものがありましたら改めてまたご返信いただければと思いますんでよろしくお願いしますいってらっしゃい